まずこの本でチェックをやってみましょうと、はい、なので皆さんもしよろしければ紙とかがあると点数なんですね。0点から4点、はい、なんで5段階ですね、はい、0点から4点をつけてほしいんです、はい、で0が当てはまらない、はい、1多分どうぞ。多分こういうの定義が難しくなるんですよ。ああ当てはまるってどこからですかってなるんですよね。あ、なんでそれはもうでそれって、はいはい、あの僕は客観っていうのはそこの話をしてるんですよね、はい、客観的にどのレベルまで行ったら該当するのかなるほどが知りたいみたいなところに行くので、え、なんとなくつけちゃダメですか。なんとなくつけ、つけれる人はつけたらいいんじゃないですか。あ、それでいいと思ってます。つけれない人は、つけれない人はやらなくてもいいかもしれません、はいはい、この繊細の境目ってどこかって話ですよねはいはいはい、はい、それもまあまあ繊細ですよね。繊細って言えるじゃないですか、はいはい、それも繊細とは言えますよね、はいはい、じゃあ体調のは僕が決めましょうか、はい、何点って何点、はいはい、あ、でちなみに、はい、あ、まあ、いいか。僕はちょっと事前にやってみて、はい、自分の結果は出ているので、はいはい、じゃあ一旦これを、はい、あ、紙、じゃあちょっと 2,3 分空けましょうかね、はい、紙と鉛筆などをなんとなくなんとなくでいいと思うんですけどね、はい、体調のそれまあまあ敏感ですね。敏感ですよね、うん、あのこの MBTI っていうか16パーソナリティもそうですよね、とかでもこう5段階とかあってつけるじゃないですか、はいはい、どこにつけるか迷うと全部真ん中につけるんですよはいはいはい、はい、だから結局真ん中によるじゃないですか。それぐらいでいいと思うんですけどねあ、僕だからそれぐらいですよ。こちらの5段階です、はいはい、というところで、HSP チェックテスト、はい、グループ A 1問目美しい音楽を聴くと興奮する。もう僕もねこれ迷ったんですよ僕もこれ迷ったんですよ、ね、美しい音楽ってなんだと、はい、なので僕はクラシック、あの岡村康幸とか聞くとおーってなるんですけど、曲によりますよね。そうなんですよ、はい、なので美しい曲をクラシックとしました、はい、なので、はい、僕はほとんど当てはまらないにしました。はい、それで正しいんですかね。美しいで興奮しないもんなと思ったので、はいはい、でもまあなんかおーって思うのもあれあったりしますよね。あ、僕クラシックで興奮はないですね。ないですか。ないです。ジャズとかではあります。あー、かっこいいとか。僕はある、ありそうな気もする。あのなんかクラシックの BGM とかではならないですけど、はい、クラシックの生演奏とかだとおおって、あ、それはねはい、それはそう、もう自分で決めてくださいよはいはい、はい、難しいですよ。難しいです。僕はこれ1点にしました。はい、第2問、テレ日々どんな失敗が起こりうるか予測して対応を考えることに多くの能力を費やしている、はい、もう一回言いますね。第2問、日々どんな失敗が起こりうるか予測して対応策を考えることに多くの労力を費やしている僕はこれ1点ですね。僕も1点です。はいはい、次、第3問、新たな可能性や選択肢に気づくのが得意だ。第3問、はい、新たな可能性や選択肢に気づくのが得意だ。これ N か S かみたいな。こういうの難しいんですよね。こういうの難しいです。ちなみに僕はこれは、2点にしましたね。もう分かんないと3点なんですよだとほぼ当てはまる。いや、2かな。僕は少し、まあ少しって入れていいかなっていう。そう、そうやって言っていいのかどうかあるじゃないですか。そう、ありますありますこのもん、こういう問題につきものですよね、はいはいはい、難しいです。難しいです、はい、難しい時は僕多分2にしてます、はいはい、で第4問、これもそうなんですよ。すぐにインスピレーションを受けて良いアイデアをたくさん思いつく。難しい。僕もこれ2ですまあこういう時もあるから2かなっていう感じで、はいはいはい、2にしてます。皆さんいかがでしょうか。第5問、この世には耳で聞き目で見るよりもたくさんのものがあると知っている。
この世には耳で聞き目で見るよりもたくさんのものがあると知っている。これは何を言ってるんですかね、はい、スピリチュアルのか存在のことを言ってるんですかね。形而上の神みたいな。これなんどう捉えるかですよね。どう捉えるかですね。目に見えないものっていっぱいあるわけじゃないですか。そう、僕も知らないことたくさんあるから、はい、知ってる、知らないことがたくさんあることぐらい知ってるよ、はい、と思ったので、はい、僕は3点にしましたね。はい、はい、迷いますよね。こういうのは迷います。はい、はい、第6問痛みを感じやすい。僕これね6問感じないにしてますね。1点にしてます。僕頭痛持ちなので。なるほど。これって本当に頭痛がひどいから頭痛持ちなのか、はい、敏感だから痛いのかなるほどね、っていう話ですよね。そういうのありますよね、はいはい、分かんないですよね。だって僕あのロキソニン一回も飲んだことないですからね、はい、生まれてこの方。痛くならないですか。痛くなっても我慢する。だから分かんないんですよ。何がですか。ロキソニンどんな時に飲むのかが分かんない。痛い時に飲む。それ分かんないから。あ、でもなんか何でもですよね。変な宗教で、いや、はい、痛いのは体が抵抗してるから、はい、これはこの痛みを受け入れるべきだ、体は治そうとしてるんだって思うので、はい、寝るのが一番ってなるんですよ、はいはい、で逆にロキソニンとか薬は危ないかもしれないみたいな、はい、それもまあまあ敏感ですよね。それまたそうですよね。こう変な宗教入ってるんですよ。痛みがに強いから飲まない、痛みが平気だから飲まないんじゃなくてかもしれないんですよ、はい、なのでまあ僕は1に、はい、でもまあここは僕は1にしてます、はいはい、第7問他の人にとっては些細に思えることにさえ打ちのめされてしまうことがある。僕これ高めで3です。あの結構入ってくる感じです。はい、はい、第8問毎日一人でいる時間が必要だ。はい、いかがでしょうか。分かんない。僕これ1点です。はい、別になくみんなでいても平気です。はい、では第9問一人になって休憩する時間がないまま他人とずっと 2,3 時間以上一緒にならなくてはならないと疲れて果ててしまうことがよくある。僕はまあ社長と2人で車で九州とか取材に行っても、はい、まあまあ平気で喋ってますしね。僕も喋らなくても平気ですから、ね、あ、僕それは無理それは無理ですね、ごめんなさい、はい、気は使いますね。はい、すいません。じゃあ第10問緊迫した空気が流れているとその場から離れたくなる。僕これ3です。はい、まあそれは僕もあのどの程度か会社で、はい、上司と他の人が喋ってる時に、はい、なんとか君これこれできる、何時までにできる、できません、はい、っていうのが始まると、はい、あ、僕もちょっとその場を離れるんですね。あ、それぐらいは平気ですけど、ね、もう僕こういうの無理って、なんでできないのとかでなんか、ああ言い合いが始まると思うともうバッて僕席離れてトイレ行ってあのぼーっと外の看板を眺めて、このやっぱり客観客観的そのはい、そのなんか険悪なムードは僕も嫌ですよ。はい、嫌だから嫌だと思うけど、はい、それぐらいだったら平気だなってなるほど。僕はもうそれ無理って離れてその無理ですっていう時点ではまだ大丈夫。その後に喧嘩が始まったとかだったら嫌ですけど、なるほど、もう無理の段階ではあったっていうのを思いながらこの繊細さんの本を見ると、はい、これですね、はい、繊細さんの本を見ると、はい、なんか全く同じ症状が書いてあってですね、はい、書かれてるやんって。でそのレベルを無理ってするんだったら、はい、僕平気なのかなっていう。あ、まあ、なんでどこで現れるかも人それぞれであるのかなとは思うんですね。はい、はい、でなんか点数をつけづらいですよね。で僕は、まあ、ここは高めで、はい、なんで僕やっぱりね、はい、4はないんですよ、はいはい、4はつけれない7なんですよ、はいはい、4と0はない7感じです、はい、これちょっと繊細ですよね、はいはい、すいません、逆に繊細逆に繊細です、はいはい、第11問誰かの怒りを感じるとたとえ自分に向けられていなくてもストレスになる。僕これも3です。はい、誰かが怒ってるのはもう無理です。僕も無理って思うけど二度平と比較すると2になるって感じです。あ、でも自分でいいですよ僕人からしたら4かもしれないですわ。はい、はい、では
12問目、他の人の痛みが自分の神経の奥深くに入り込んでくる。あの、はい、ジャンゴで、はい、黒人の女の人が卵を割った、はい、なんで卵を割るんだって言って、はい、炎天下の鉄の箱に入れられるんですよ、はい、真っ裸で、はいはい、ちょっと無理って、はいはい、で多分これ以上ひどいことがあったんだろうなって、はい、実際にで想像すると、はい、もうアメリカ許せんと。アメリカだけじゃないと思いますけどね。はい、はい、すいません、はい、では第13問、不愉快な驚きや誤解を避けるためにいろいろ尽くす。これもよくわかんないので2点です。はい、はい、先回りするってことじゃないですか。まあそれはよくあるなとは思います。第14問、想像力があるって書かれるともう2点でやるしかないじゃないですか。想像力があるってないですよ、もうそんなの。そうで、この手の、はい、HSP の本に書かれて困るのは、はい、HSP さんは繊細ゆえに想像力があるんですって書かれるんですね、はい、あとないから無理ですってなるんですよ、はいはい、書かないでって思うんです、はい、僕それを聞くと、はい、それ本当にエビデンスあるのって思うんですよ。それも僕出てくるのは、はい、よくなんかこの赤ちゃんを観察すると、はい、4人に1人は、はい、そういう人がいますって書いてあるんですよ、はい、本当にって思うんですよ、はい、いや僕その要は2回、はい、あの市民病院でやってるので、はいはい、やっぱそこに何十人並んでるわけじゃないですか、はいはいはい、本当にって本当見た君ってじゃあまあなんかデータがあるかどうか、それで赤ちゃんに聞いたってごめんなさい、なんか多分泣きやすいとかって話ですよね、赤ちゃんだとすると、うん、ちょっと同じ音量で、うん、なんか音が鳴った時に、うん、この子だけいつも泣くみたいな。いやそんなのな、みんな泣くよって。それはありそうな気はしますけど、ね、あそこは信じる。なるほど、ごめんなさい、はい、みんな一緒ではないとは思う、はい、でそれが本当に、あ、繊細さん、あ、HSP かどうかを分けるものですかっていうエビデンスですね、はい、その、まあ、想像力っていうと、はい、なんかネガティブの方向の想像力はまあ確かにありそうな気はするじゃないですか、はい、だけどポジティブな人はポジティブな方向への想像力ありそうな気がするじゃないですか。それはひっくるめであるでいいんじゃないですかね。はい、そうすると HSP でも HSP じゃなくても想像力ある人はあるっていう結論になると思うんですよね。 HSP を測る点のものではないんじゃないかって話ですね、はい、なるほど。ネガティブなみたいな想像力がよく働くみたいな感じだとあ、点数はつけれるけどって話ですね、はい、そうで一概に想像力っていうとなんかいろんな想像力あるじゃないですか。でもそれは全部でいいと思います。全部にすると、はい、高得点入れればいいじゃないですかいや僕があるとは言ってないですけど、あ、なるほど、はい、でもそれであるってしたら HSP になるわけですよね。あ、でそこに矛盾を感じるって話です。今回の試験では一応 A と B があって、はい、A は加点です。はい、あ、まあ、で B も加点なんですけど、はい、A-B で何点になるので、はい、別にこっちで高くても、はい、B の方で低ければみたいな。あ、でもそこの得点が HSP を測る得点ですよねって話、はい、あ、そうですね、はい、そうするとそこの質問に矛盾を感じるみたいな。ポジティブな想像力でしかないのにポジティブな想像力もあるでしょって話ですよね、はい、でこの本では、はい、どっちだとは書いてないんですけど、はい、僕の想像ですが、はい、両方ともつければいいんじゃないと思ってます、はい、そうすると、はい、狂ってきますよねって話。あ、で矛盾が生じますよねっていうことが言いたいわけですはい、はい、はい、言ってる意味は分かります、はい、が解決はできません、はいはい、なので皆さんで解決してくださいすいません、はい、第15問、時々芸術作品を見ていて喜びで胸がいっぱいになることがある。時々芸術作品を見ていて喜びで胸がいっぱいになることがある。芸術作品って絵とかですか。絵とかだと思います。じゃないです。僕もねピカソとか言ってね何も感じなかったな、はい、黄色だなと思ったんですけどね、はい、ピ
ピカソは黄色だよねってデザイナーに言ったら、これが有名なんですよ。あ、本当に感動するとしたら、で僕があとあの東京の、はい、いやデザイン会社ですから、はいはい、これは一丁東京の美術館に絵を見に行かねばと思って、はいはいはい、真珠の首飾りの少女が東京に来た時に見に行ったんですよ、はい、2万かけて、はい、ちっちゃって感じでしたね。そうあの、はい、感想は、はい、あのレンブラントとかでこんなでかい絵で描かれるんですけど、はいはい、真珠の首飾りの少女がこんぐらいだったんですね、はい、ってこれって、はい、っていう感受性だったので、はい、僕はモナリザ見たときに、あ、見に行った、あ、フランス行ったんですか、はい、ルーブル美術館、あ、行ったんですね、はい、なるほど、はい、あ、これが有名なって感動したぐらいですよ、絵描きと一緒みたいな、はい、あ、なるほど、僕もそんな感じです、はいはい、なんで僕はこれはもう1です、はい、0にはちょっとしづらかった、はいはい、第16問、大量の情報や刺激にすぐ耐えられなくなってしまう、特に一度に複数のことをしているときには他の人と比べてわずかな刺激でも反応しやすくなってしまう、例えばネットで情報を検索しているときに話しかけられるのはストレスになる、僕これ、はい、無視しちゃうので1点です、はい、あ、気にならないそういうのは、でもだから難しいですよね、難しい、あ、もう主観でそれを、はい、気になるから無視するって思ったんですよ。ああ、なるほどね、はい、はい、僕はあ、それをどういう点数にするかっていうことですね、はい、あ、で僕が今回、はい、僕の意見、はいはい、僕が今回このテストを受けるにあたって僕は自分のことを、はい、なんて言うんだろう、繊細さんにお前なりたがってんだろって見られるのも嫌なので、はい、低めにしよう低めにしようで点数をつけてます、はい、っていう繊細な人です。、はいはい、っていう点数のつけ方を僕はしています、はいはい、第、17問、遊園地、ショッピングセンター、スポーツイベントといった非常に刺激の多いところに行くのが好きではないが17問、僕これも1点ですね、別に行くのは、ね、行くのは好きなので、で18問、テレビなどで暴力シーンを見るとその後何日間も影響されてしまう、僕これ影響を受けるくせに2点にしてますね。なんだろう。はい、まあまあえぐいやつありますもんね、はい、なんだろう、映画の題名は出てきませんね、とっさに。時計仕掛けのオレンジとか、あれはね平気、おしゃれだなと思って見てましたね、はい、とても面白いと思って、はい、トルチョック、ね、トルチョックって。あれはまあそういう映画だろうと思ってたんですけど、はい、あのヤクザ映画、あ、ヤクザ映画はあの役所広司と松坂桃李君の出てる、はい、孤狼の地、はい、っていうので、はい、まあ、ネタバレしちゃうと最後刑事役の役所広司が、はい、豚に食わされて、はい、豚に食われて、はい、最後晒されるんですね、はいはい、でこの辺にバーって切り傷のやつで晒されてるシーンが流れるんですけど、はい、あれ見たとちょっと 2,3 日はちょっとずっと引きずってましたね、はい、痛い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 と思って、あ、そう、そういう、まあ、なんかリアルなのは、はい、そういうふうに思うこと、あ、まあ、2,3 日も引きずらないですよね、ああ、うわ痛そう、僕はちょっと引きずるんですけど。、はい、下げよう下げようとして2点にしてます、はいはい、では19問目、他の人よりも考えることに時間を使う、僕これ1点ですね。で第20問目、動物や植物の状態を感知するのが得意、観察の話、動物の気持ちが分かるってことじゃないですか。動物の気持ちは分かんないですよ、なんか嬉しそうな顔してるねとか、はい。まあ、あんまり動物に接したことないんで。なるほど、まあまあ飼ったことないんで、まあ、はい、はい、ちょっと早めにやりますね、すいません。では第21問、美しい自然を見ると心の中が歓喜の声でいっぱいになる、僕これ3点つけてますね、はいはい、ものによりますよね、まあまあ点数、そういう経験はあります、あ、だとそういうのを見に行くといっぱいになりやすい
なと思ってるので、なりやすいとは思ってないけど、そういう経験ぐらいはあるみたいなっていうので、はい、ご自身で点数をつけられればいいと思います。はい、はい、でそれがどこかなって話ですよね。僕だったら2点つけます、はい、あもうどっちか分かんないから、はい、2点って、はい、その辺繊細じゃないですよね僕ね、はい、では第22問目、常にアンテナを張っていて周囲の人がどんな気持ちでいるか察知することができる、いかがでしょうか。いや、はい、では第23問目、両親が傷んで後ろめたい気持ちになったり罪悪感を抱きやすい。あーこれねよくあるよね、まあ、悪いことするからいけないんですけどね両親が傷むのはね、はいはい、では第24問目、仕事中に誰かに監督されているとストレスを感じる。感じる、これ誰でも感じるだろうと思うんですけどね、はいはい、では第25問目、真実が何かを見抜くのがうまく他の人の欺瞞にもすぐ気づく。こんなん気づけるやついんのかよとか思うんですけどね。矛盾には気づきますけどね欺瞞ですね真実が何かを見抜くのがうまく他の人の欺瞞にもすぐ気づく。そこに矛盾を見つけてみたいなのは思いますけどね多分批判的だから。なるほど僕はなんか信じやすいのがあるので、はい、あの見た目で判断しちゃうのあるんですけどね、うさんくさいとか、はいはい、なんか嫌いな顔とか、はいはい、では第26問目、すぐにびっくりしてしまう。では第27問目、強いつながりを持ち深く交流できる。第28問目、他の人たちが不快に思わないような音もひどく苛立たしく思えることがある。他の人がどう感じてるかなんか分かんないですもんね。うん、分かんない、はいはい、第29問目、勘が良い。あ、大体僕こういうのは大体2点とか1点にしてますね。はい、で30問目、一人の時間を楽しめる。で31問目、流れに任せて即座に行動することはめったになく大抵の場合よく考えてから動く。で32問目、大きな音、強烈な匂い、鋭い光をひどく不快に思うことがある。まあ、これ誰でもそうだろうって思うんですけどね。はい、で33問目、時々穏やかに落ち着いたところで休憩する必要がある。こんな僕言ってんですね。これでもみんなそうとも言えますよね。みんなそうとも言えます、はい、難しいです。難しいですよね、はい、で34問目、お腹が空いたり寒いと感じた時そのことがなかなか頭から離れない。あ、これわかるな。あ、3点にしてる。で35問目、涙もろい。あ、僕これだけ4点つけてますね、はい、自信を持って4点つけてます。というので一旦この A が終わったので、はい、A の合計何点ですかと、はいはい、じゃあ後でこれを合計してもらうとして、はい、ではグループ B、 B の質問が10問あります。ではいきます。グループ B、 事前準備なしに新しい体験に飛び込むのが好きだ。事前準備なしに新しい体験に飛び込むのが好きだ。これ36問目ですね。でもこれは一応分けておいてくださいね。はい、はい、グループ B です。で37問目、グループ B37 問目、相手の裏を書いて自分の言い分を通せると満足な気分になる。でグループ B38 問目、社交の場で疲れることはない。席を外して一人になって休憩を取ることもなく雰囲気が良ければ朝から晩まで楽しめる。僕これそうじゃないんですよね。はい、無理なんですよ。では39問目、サバイバルなキャンプが好き。僕はサバイバルなキャンプっていうと普通のキャンプとは違う。多分まあテントが僕の中ではまあまあサバイバルなんですけど、はい、はい、キャンプってテントですよね。コテージありますよあ、僕はコテージ派です。はい、はい、で絶対に流れるトイレウォシュレットがあるかどうかは調べます。はいはいはい、はい、
僕はまあ行ったことないですけどね子供の時しか。なるほど、はい、でももっとサバイバルだともうキャンプ場じゃないところに行って、はいはい、天幕張って寝る人とかいるじゃないですか、はいはい、それがサバイバルなのかなとかちょっと思ってますけどね。それをまあやったことはありますけどね子供の時ああなるほど、はい、でそれが好きかどうかですよ。楽しめるかどうか嫌いじゃないけど、ああでもやりあえてやろうとは思わないまあまあそれはご自身での判断で、はい、で40問目プレッシャーを感じながら働くのが好きで41問目うまくいってない人はその人自身に責任がある場合が多いと思う。42問目自分の周りで何が起きていようと影響されることなくエネルギッシュでいられる。自分の周りで何が起きていようと影響されることなくエネルギッシュでいられる。あ、僕なんかもう無理だなそういうのは。43問目パーティーではいつも自分は最後の方に帰る。結構なんかとっとと帰りますよね。僕もとっとと帰ります。はい。44問目心配しすぎることはめったになくいつも冷静に対処できる。心配しすぎることはめったになくいつも冷静に対処できる。45問目週末は友人たちとコテージなので過ごすのが好きで途中輪から抜けて一人になる時間は特に必要ない。46問目友人や知り合いが突然やってくるサプライズ訪問が大好きだ。僕は嫌いです、はい。47問目あまり寝なくても大丈夫だ。48問目最後です。花火や爆竹が好きだ、はいはい、で A と B をつけました、はい、でこれは A は A で合計する、はい、で B は B で合計する。で A-B で何点ですかっていうのが、はい、今回のこの問いでした、はいはい、いかがでしょうかと。で A から B を引くの点数が60以上であれば HSP である可能性が高いと、はい、僕も絶対 A の合計で58ですからなるほど、はいはい、この値はマイナス52からプラス140の数字になるとマイナスもあるんですね。マイナスもある。30点です。なるほど、はい、で僕は67点だったんですね、はいはい、皆さんいかがでしたでしょうかと。このテストは完全でないと思ってくださいと、はい、この結果がその人の性質を全て十分に表すわけではありませんと。なんでまあ難しいよねってそれ以上でもそれ以下でもないと受け止めてもらえれば、はい、大丈夫ですって感じだと、はい、ここには書いてあります。担々麺さん76。みんな高いですね。みんな高いですね。なんか僕極端なところにつけにくいあ、僕もつけにくいですしなんか、はい、お前繊細になろうとしてんだろうって思われるのが嫌なので、はい、低くつけようとしてます、はい、僕はまあその辺はないんですけど、はい、極端なところはつけにくい、なんかまあ分かりづらい、そうですね、なんか客観的なこの指数みたいなのがないと評価しづらいじゃないですか、はいはい、なのでこう真ん中に寄ってきて30点みたいな感じですよ。あ、タコタコさん58点のことは繊細さん、繊細さんって言い方ごめんなさい、違います、 HSP ではないんですねと、はい、朝倉さん66点、あ、僕と近い、山下84、ルカさん74、もこちゃん66、ドブドブドさん87と。なるほど、はい、というのでまあ、結構、HSP とかもしれないねって HP、はい、HSP 度数が高い方が多いななんていう、はい、見てくださってる方で、はい、